概要を聞いてですね、絶滅のことを考えてくださいというつもりはありません。ただちょっとでもですね、環境のことだったり動物のこと、そういったことを考えるきっかけになればなと思って、我々ガイドのコースもさせていただいてますし、動物の方を飼育しています。で、まあ、途中で僕に懐いてるわけじゃないですよっていうお話をしました。自分で手で持ってる。で、もうこれ餌空っぽなんですけど、この空っぽのやつ見せると、こんな感じでですね、別にもう餌ないなら用ないわみたいな感じで、あっちゃうんですね。結構ドライな関係なんですね。まあ、動物園っていうのは動物をペットとして飼っているわけではありません。まあ、ペットと野生動物は違うんだよというところも少しは見ていただけたかなと思います。では餌の方もなくなりましたので、これでもぐもぐタイムはあるんですけども、まだ少し僕ここにいますんで、なんかレッサーパンダのことじゃなくても構いません。飼育員のことでもですね、聞きたいことあれば聞いてください。それではですね、一旦この集団タイムは終わります。どうも。